宮部金吾から1951年3月16日は日本の植物学者、北海道札幌市名誉市民、札幌農学校第2期卒業生、江戸の下屋に生まれる。二戸ベイナ内村勘蔵と共に札幌農学校時代1877年に札幌農学校へ入学する。同期には二戸ベイナと内村勘蔵がおり、 1878年6月には、ニトベ、内村などと共に、メソジスト教会のハリス宣教師から洗礼を受けることとなる。卒業後は開拓士御用係となる。1881年11月、宮部は開拓士により、東京大学へ派遣される。これは、将来の農学校教師にするためで、南高次郎と共に、国内留学することとなった。 1883年、札幌農学校助教に就任、植物園設置の計画立案を命じられる。この準備として、翌年6月から8月にかけて、道東への植物採取を行っており、日高地方、北見地方、千島列島に至る調査となった。1886年7月、植物学研究を目的として、ハーバード大学への留学に旅立つ。 1889年まで留学し、帰国後は札幌農学校教授となり、植物園就任に就任する。後に植物園の初代園長を務める。1927年、定年退官。同年5月には、北海道帝国大学における最初の名誉教授となる。1930年1月、日本学審会員に選定される。1936年、 日本植物学会会長。1946年2月、文化勲章を受章。1949年、札幌市栄誉市民の第一号となる、宮部金吾記念館1951年、死去。去年92万年を過ごした住宅跡は宮部記念緑地として公園となり、設立に尽力した北海道大学植物園には、 宮部金吾記念館が設置されている。差別湖に生息する宮部罠の名称は、最初の発見者である彼の名前にちなんで、農学博士の大島正光が命名したものである。植物の分布境界線、宮部線に名を残している。宮部は、植物の学名で命名者を示す場合に、宮部金吾を示すのに使われる。ありがとうございます。